陵高校の庭に立つ時計台、その頂上にある鐘の伝説。卒業の日に女の子から告白をして鐘の音が響いた時に生まれたカップルは永遠に幸せになれる。伝説だかなんだか知らねえけど、しょうがねえよな。あいつを気に入っちまったんだからね。We'll be right back.
前の力はそんなものか。あん、あたしの出番だな。
あたしの出番だな。Thank you.
前の力はそんなものか。私の出番だな。Thank you.
事壊してくれ。忙しいから後でね。私は今腹減ってんだぜ。ちょっと待っててよ。腹減って死にそうだ。お店で暴れないでよ。もうこうなったら手加減しないよ。勉強ちゃんとやってる？マナ、人生日々勉強だぜ。どんなことをしてるの？新しい技の研究とか、周りに気づかれないで寝る方法とか、いろいろだな。もっと普通の勉強もしなくちゃ。先生、教えてあげる。それは勘弁してくれ。それじゃ、行くわよ。
いいわよ。ブワー、おかわり。もっと落ち着いてゆっくり味わってほしいものね。別になんだっていいじゃねえか。なんですって？茶道の心得じっくりと教えてあげるわ。どうしたものかしら。楽しいんだよな。卒業しちまって
もう一緒に遊べなくなっちまうのかと思うと、ちょっと寂しい気もするけど、ちょっとじゃないな。すっげえ寂しいんだよ。あのやつ他にいなさそうだしな。まったく、こんなつまんねえこと考えんのもあいつがいつになっても来ねえからだ。バッチリだったぜ。悪いな、急に呼びつけちまって。なあ、話しておきたいことがあってよ。必ず勝ってもんだぜ。